駅入口ホーム、改札口等の駅は、岩手県東野市新国町にある、東日本旅客鉄道釜石線の駅。東野市の中心駅として機能し、同市の中心市街地に位置している。1914年、岩手警弁鉄道の開通と同時に開業。1950年に建てられた駅舎は、他に、あまり例のない高質コンクリートブロック作りである、ヨーロッパの建築様式を取り入れ、 石積みを思わせる、重厚な趣のある駅舎として、2002年、東北の駅百選に選定された、快速、浜ゆりの全列車が停車するほか、普通列車は、下りかまいし方面行きの始発列車は当駅発、上りかまいし方面発の最終列車は当駅、止まりである。 花巻と釜石を鉄道連絡することを目指して、建設された岩手京弁鉄道により1914年4月18日に、当の千人峠間開通と共に開業した。当初は 762mm 特殊狂気の京弁鉄道であった。中間部分の建設工事が遅れていたことから、初期に開業した花巻側の区間と分断された状態で、東線として部分開業した。 また、第1、早瀬川橋梁の工事が遅れた関係で、仮橋運行となり、当初は貨物営業のみであった。5月15日から旅客営業が開始されたが、これについては5月19日の説もある。12月15日に東駅より西側で増沢まで開通して中間駅となった。1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となり、 その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。しかし、第二次世界大戦の戦局悪化に伴い、労働力や資材が不足して改め機工事は一旦中止となった。1948年9月にアイオン台風によって山田線が大きな被害を受けると、三陸海岸方面への鉄道連絡を早期に、 回復させるために釜石線の工事が再開されることになり、12月に再着工して1949年12月10日に、等の以前の 1067mm への改め機工事が完成した。引き続き伊東の改め機工事が進められ、さらに1000人峠を超える区間の建設工事が行われ、1950年10月10日に、 改め木工事と足ヶ瀬陸中大橋間の建設工事が完成して釜石線が全通した。1950年に欧州様式を取り入れた高質コンクリートブロック、作り2階建ての駅舎が建設され、以降東の観光の中心的な存在であった。1995年7月7日には、2階に宿泊施設、フォルクローロ等のが開業した。しかし JR 東日本では、 2015年に、築65年を迎えて警備な損傷が目立つようになり、老朽化してきたことから、自民や客数に合わせて、小規模な駅舎に建て替える意向を示している。それに伴い、フォルクローロ等のも2015年3月14日で営業を終えた、大正時代の岩手軽便鉄道等の駅、単式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する。 列車交換可能な地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎は1950年に完成した、高質コンクリートブロック作り2階建て、延べ床面積1291平方メートルである。駅舎1階には、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、ニューデイズがある。2階には、保線区の事務所だったところを改造した、JR 東日本ホテルズの、 ホルクローロ等のがかつて入っていたが、2015年3月14日限りで営業を終了した。北上駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。2018年5月31日までは、駅長、総括助役が配置される管理駅として、岩根橋駅足ヶ瀬駅間の各駅を管理していた。当駅始発、終着は3番線を使用する。 JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は330人で、ある、利用客数1。近年の推移は、以下の通りである。駅前風景、東野駅前交番東日本旅客鉄道、釜石線快速、浜百合宮守駅、東野駅、長野駅快速、浜百合増沢駅、東野駅、野駅松倉駅,松倉駅普通は織折駅、東野駅やおささ駅、 ありがとうございます。